ぼんちゃんです今回は銀世界稲荷神社を紹介しますそして今回も最後に一流院のエアブラシの御主院も紹介します銀世界稲荷神社は東京都新宿区西新宿新宿の高層ビルのところにあります今映っていますのは神社のあるビルの前ですこのビルの奥に神社はあります ビルの脇を通って渡りの橋の下を抜けると左上に鳥居が顔を出していますそして左に向かうと神社の参道に出ます階段を上り鳥居をくぐると手水舎がありますさらに鳥居をくぐるとお狐さんがいますそしてこちらが銀世界稲荷神社です ご祭神は、うかの御霊の御事です。五穀豊穣、商売繁盛の神様です。この辺りは、銀世界と呼ばれるほどの見事な梅林があったそうです。その名前を、この神社に残したそうです。今は梅林はありませんが、階段の脇に梅の木があります。 この銀世界稲荷神社は、2月下旬から3月上旬あたりの梅が咲いているときに参拝するのがおすすめです。ちなみに、御朱印はないようです。今回は以上です。次回は同じく新宿。今度は歌舞伎町の近くにあります花園神社を紹介します。この神社は縁結びの御利益があり、知る人と知る男性のあれが祀られている神社です。 お楽しみにごご視聴ありがとうございました面白かったという方はグッドボタンをチャンネル登録コメントもお待ちしておりますそれではまた。